にちは。こんにちは。アラスの居住のクーミ役、ヨウミヤヒナです。あっと。ミヤ役のセリザンユーです。今日私たちはですね、こちら、アサヒプロダクションさんに呼んでいただいたんですけれども、何やるか知ってる？何にも知らないです。何にも知らないのか。打ち合わせとかなんでしょう。なのかな。何いただいちゃいました。読み上げます。はい。アバケ、アルスの居住の謎。わー、確かに今回完全にオリジナル作品だから、うん、ちょっと皆さんもどんなお話なのかね、気になってることいっぱいあると思うんですけれども、うん、今日はじゃあその謎をね、はい、解いていくっていうことなんでしょうか。あ、じゃあこれも読み上げていきます。はい。アバケ、アルスの居住の謎は放送開始間近の完全オリジナルアニメ、アルスの居住の深すぎる謎を少しだけ紐解いて、放送開始のその瞬間からアルスの居住を全力で楽しむための企画です。謎を少しだけ紐解いて、すごいいろいろもらってます。あー、なんかお手紙みたいなの入ってます。あ、ミッション、なんだろう。じゃあちょっとミッション読んでいきますね。アサヒプロダクション内にクイズを出題してくれるターゲットが3人いる。このターゲットを探し出し、クイズに挑戦してポイントを競え。ターゲットは以下3人。シリーズ構成、解放のりみつさん、編集本田裕樹さん、 CG マネージャー木村良介さん、そしてクイズ対決に勝利したら賞品もあるぞ、健闘を祈る、だそうです。とりあえずじゃあ今一旦3名の方にお会いしてクイズを出してもらうっていう流れですかね。なあ、もう探しなさいってことかしら。自分たちでお会いしたことあるスタッフさんもいれば、やっぱりアフレコではね、お会いしたことないスタッフさんもいらっしゃるので、とりあえずじゃあちょっと行ってみる。はい。じゃあちょっと探してみましょう。探してきます。